うん、お酒飲んだ時につまみ食べちゃうから太るらしいんですよ。そうそう、つまみ食べんもん、飯食わんもんな。なるほどね。あ、そうなんだ。カモさんがひたすら飲むの？はい、ひたすらもう本当。え、何飲むのひたすら？ビールとビールから入って焼酎ですね。無理。ビールとかマジ無理。ビールはでも前って暑くて汗だらだらかいた日にビール飲んだら、うん、それそれこれ来たと思って、うん、いっぱい飲んだらすぐ酔っ払った。そうそう、味とかじゃないもんね。喉越しだよね。マジ本当にそれ。その一言に限り来たと思ってグビグビ飲んだら2本目で酔っ払っちゃった。やろう、一口だけでいい、一口だけ置いてほしい。私ビールずっと飲めちゃうな。うん、俺もずっと飲める。でもお腹いっぱいになるけんね、ビール。そう、私全然飲めるよ。何杯でも炭酸でお腹いっぱいになる、ね、あー、そっか。でもあれだな、お酒飲みながらのおつまみが一番美味しいな、お酒より。どっかで1回ぐらい飲み会しましょうよ、本当に。ないんすか、それさっきね、さっきディスティニー撮影したんですよ、チャミンとクミサルさんに。で、もう忘年会の季節だからみんなで動画の人たちでやったら面白そうだねって言って、うん、したらチャミンがクミさんも来るのみたいな話で、いや、クミさん多分これ別室でモニタリングしてるって言ったら、そうそれがいいとか言ってたクミさん。面白い。別室でモニタリングです。1回ぐらいは会いたい。雰囲気だけ参加って言ってね。クミさんはお茶飲んで別室モニタリングです。お茶飲んで、お茶です。お茶だけじゃないです。お茶ですね。誰が一番飲むかな。多分翔さんだな。和藤さんより多分翔さんの方が飲むな。うん、いや負けないぞ俺本当に。そう、マジ本当におかしいよ。日本酒に限りですけど、シャワーのように飲んでんだから、翔さん。で、いや、飲んだことないでしょ。シャワー無限じゃん、無限。飲んだことないよ。見たことないよ。見たことないけど、きっとそうだよ。怖いね、本当に怖い。僕はなんか甘いの飲んでますから、隅っこで。うん、パステンさんもなんかそっち系やったね。パステンさんもそんなに飲まない、うん、いや、俺も全く飲まないですよ。なんか、ワールドカップの時にカルピスチューハイみたいなの飲めて、あれはね、たまに冷蔵庫に家族のなんか余りがあるからしょうがないなっつって飲む。冷蔵庫少ないから、だから冷蔵庫少ないからずっと入ってて。あ、そういうのを飲めるんやろ。でもちょこっとは、あ、だから飲もうと思えば一杯ぐらい飲むけど、でも美味しいとは思わない。それ酔っ払う、それ一本で。あのね、寝ちゃう。普通に酔わないから、ただもうふーって寝る。ああ、それいいですね、平和的で。もう一杯目から酔いますよ、本当。酔っ払って絡んでくる感じはちょっと耐えられないわ。ちょっと絡み酒は、確かに。いや、でも翔さんそういうタイプだろう。いや、俺バカみたいに笑ってるタイプです。ああ、ソラさんタイプね。絶対肩パンとかしてくるんだ。もうすぐ正月ですよ。やばいよ、もう飲み会の増えるときにソラさんやばいよ。帰ってきてそのままスカイプつなぐから。マジでソーラさん酔っ払うと面白いよ。スカイプでしか知らないけど、あれ、ね、前ね、COD やりながらだよね。時、そうだよ、あのハードハットのところで、あ、違う、ハードハットじゃない、ハイジャックドだ。うん、けた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 って笑ってた、ソーラさんが。笑いじゃないですか。そう、何でも笑う、本当に。でも多分こういう会話の方が視聴数稼げる。いや、そんなことないって。絶対ある、絶対ある。動画で一応撮影ボタンを押してあるんですよ。あ、絶対いい。ともさん、ともさん、はい。あ、そっか、じゃあちょっと使えないようなこと。いいよ、カットするから。じゃあさっきの流れで雑談そのまま取り続けるよ。そう言われたらなんかしにくいですよ。何話したっけ。お酒のこと。ああ、お酒美味しいよ。忘年会、忘年会ね。忘年会、皆さんのところの忘年会、やっぱり出し物ありますか。何ついてくるの。ドラクエじゃねえの。あるあるある。俺去年女装しました、ね、うわー、そうだ、見て見て見て。でも割とこう美人だって言われましたよ。マジで。うん、写真見たけどね、割と美人でした。マジで。だってワトさん顔整ってるもん。あ、そうなの。整いました。整いました。整ってなかった。ねずち、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 2回言ってるけど。なんか一回ちょっと見たことある。へえ、そういう系統ではないですね。そういう系統ではない。出し物でワトさん女装して何したの？いや、なんか普通にあの
社長さん社長さんみたいな。うわもうし出たそれギリギリのやつですよ、動画にするのは。それ危ない危ない危ない、これは結構あれですから皆さん、あの家族で、そっかそっか、はい、ご覧になられてる方もいますんで。なるほど、はい、健全なね、はい何するんですか、じゃあ逆に。パパ、社長さんって何とかって聞かれた日にはもう偉い人だよって、パパ偉い人、社長さん、パパの上司だよ、そうだよ。でもなんかカタカナ表記みたいな呼び方してたよみたいな。日本人じゃないんだよアウトアウト。はい、マトさん、マトさん、お尻こっちに向けて、はい、ハリセンするから。違うって、違うって、あの、あれや、でで、アウトサイダー系のあれや。え、なんもないなんもない、間違った、言葉を間違った全部間違ってるよ、全部間違ったもん、存在を間違った、存在を間違った生まれてきてごめん、本当に根本的なとこだった、そこまで存在を間違えちゃったね、ごめんごめん。で、一切やらない回をでもいいんじゃない、うん、じゃあ、うん、これ、これ赤髪クラフトっていうタイトルにはしないで、雑談クラフトで、おい、雑談、雑談クラフト、ちょっと今日珍しくアイクさんがいないんで、うん、そう、今ちょうど話そうと思ってた、それ、うん、なんで最近のアイクさんについて。怪しい、怪しい、本当に怪しい、最近、そう、怪しい、やつの行動ができたな、できたな、これできたな、これはできた、まあ、いいんじゃないかい。でも年末にかけてちょっと急ピッチすぎませんかね、ほんとヨッピーさんも ピッチ上がってきるし、だいぶ上がってきてるな、ほんとモテモテなんだね、将来が楽しみだよ、本当よ、怖いね、背下ろするし。ヨッピーさん何になりたいんしょ、鳥でしょ嘘私もいいかもしれないですね、でも鳥になりたいんでしょ、子供が僕将来戦隊ヒーローになるみたいな発想いやいや、もう結構現実的な話やん、割と年齢的には、年齢的にアイアンマン的な感じになりたいですね、もうかっこいいね心こもってない最初アイアンマンになる前 の, あの主人公みたいに、要はあの人財産こしらえるってことでしょ。ああ、いいね、あ、なるほどね、新しいそのなんていうのエネルギーの、あー、開発、うん、アイアンマンも面白いけどね、そうですよ、けどちょっと主人公はちょっと愚かな感じが、そこがいいの、いいんです、そこがなんか市民的な感じじゃない、なるほど、ね、かっこよすぎないのは。でもあの、うん、アイアンマン1の最後のあれかっこよかったね、最後なんかね、アイアンマン、あ、これ言っちゃダメじゃん最後言っちゃダメ、危ない危ない危ない、それはあのなんかバーンされるやつですね、うん、一応と、ね、え、なんで言ったらダメな、いや、落ちじゃん、あー、ネタネタバー、多分すごい、あのかいつまで言うと、うん、まあ人騒動あって、でとりあえずその主人公がアイアンマンっていうのを隠さなきゃいけないみたいな感じになったんですよ、うんうん、そうですね、で記者会見を開いて、で結構いろんな人に、ああ思い出した思い出した、いやアイアンマンっていうのは隠しとけって、俺たちがそのシナリオ準備しとくからみたいな、うん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 、あって、見た見た見た、でそのシナリオ通りに途中まで読むんですよ、記者会見で、いや、うん、こういうことが起きてしまってみたいなあるんだけど、だけどその最後に、いや、やっぱやめたって、バシッとかっこいいこと言うんだけどね、そう、そうそう、じゃそこがかっこいいなと思ったけど、ね、かっこよかったあれ、うん、あれかっこよかった、なんかめっちゃ首ブンブンしてたからおかしくて、とちゃんほらもうアイアンマン大好きだから、アイアン、とりあえずチーズバーガーやろ、なんでチーズバーガーなの、あのトニーはもう B 級グルメっていうかさ、うん、ジャンクフードが大好きなんですよ、あ、そうなんだ、そう、金持ちだけど、うん、え、市民派だね、庶民派だね、大衆的な、ほんと高い、そうそう、あ、来た、なになになに、噂をすれば、お、何何何なんか書いてるなんか書いてる、なんか危険を察知したんじゃないですか、これは、え、なになに、何を書いてるの、スカイプのチャット、あ、アイクさんの、ほんとアイクさんがスカイプのチャットを見てる、ちょろ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 してるんですよ、さっきからちょろついてます、こんばんは、今帰宅したのでまた今度お願いします、来なかったわ、わ、来いよ、ぶっこんじゃい、ここはね、あの半年前の僕ならチャットに鉛筆が書かれた時点で電話にぶち込んでるけれどもお一回されたわそれうむを言わさず、うむを言わさず電話かけるけども、ここはねアイクさんの意思を尊重して陰口をしたいと思います、
なるほど。これアイクさん見たらビビってる。俺おらんとこでこんな言われるんや。たまにはね。たまにはいいんだよ。珍しいから。そうそうそう。本当珍しいよね。本当にね、あのね、呼んだら来てくれるんですよ。この動画撮影したいんだけどって言ったら、あ、空いてますよって。ずっと解禁賞。解禁、本当解禁賞ですよ。うん、いや、本人狙ってたんじゃないのかな、解禁賞。言わずとも。狙っとったら来ますよ、多分。ほらこう今動画撮ってるって言わないから、あ、言ったか、あ、言ってます。たまにアイクさんも休ませてあげようよ、疲れてんの、うん、疲れてた。そう、最近ソーラさん嬉しかったことないの？嬉しかったこと、ね、はい、小さな可愛いクリスマスツリーを買いました。あ、いいですね。そこに飾り付けするんですか？もうしたんじゃないですか、ちっちゃいの。クリスマス、え、どれくらい、うん、小さなって。30センチぐらい、うん、壁につけて、オルゴールが入ってて、くるくる回りながらオルゴールが鳴るの。へぇ、結構すごいギミック。え、ネジ巻くの？はぁ、うん、ツリー自身を仕事回すんじゃないですか。くるくるっていう風に回していくと、あのゼンマイが回って、で、こうくるくるって回りながら曲が流れるのね。じゃあその流れる曲をみんなで、あ、言っちゃった。みんなで当てようって。マライアじゃないんですか。言っちゃった。ごめんなさい。あれでしょ、クイズの答えを言ってしまいました。じゃん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 っていうやつでしょ。いまいちよくわかんなかった。合ってるって。あのジョン・レノンですね、今のは。違った。いや、あのもっと古い曲で、あのシンプルなジングルベルとかと同じぐらいほら有名なクリスマスの曲。なんだ？ん？ジングルベルと同じか。そう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 。あ、そう。We wish you a merry Christmas。なるほどね。あれね。あれ。あれね。例の。例の。あれです。一体どれ？いやー、マイクラやってる時よか面白いな、みんなでグダグダ話してるの。饒舌なだけでしょ。だってゲームしなくていいからね。もう前はだいたい始まって1時間ぐらいだったんですけど、時間は特にこのワールドにいる理由がない状態ですから、ね、そう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 。で、アツオさんあたりが1時間くらい経った後に、そろそろ始めませんっつって、あ、そっか、やりますかって言って始めた。忘れてた。そうそう、そのこともありましたね。まあ何人かが木こりしたりして、まあ暇つぶしして、まあ、いつも木こりしてるのはアイクさんだって一生懸命。アイクさんがさ、撮影より大事な用事ができたんだからさ、それはもういいことだ。そう、大手を振って見送ろうよ。なんで卒業の流れ。卒業といえばワトさんやと。あ、そうだ、ワトさん卒業。してねえよ。え、ま、まだ行くつもりで。新シリーズ始まるたびにね、ワトさんいるんですかって来る。それね、なんかちょこちょこ来るよ。ワトさん卒業しないんですよ。言い方。言い方。今のは悪意ある言い方。悪意あったわ。え、なんてワトさん、なんて来んの？なんて来んの？え、ワトさん卒業したんじゃないんですか？変なツイートが生に来るんですよ。で、若干ヌルヌルした言い方だって。いや、ヌルヌルしたツイートやん。でもこの場でちゃんと言うときは、ワトさんにそんなあのからかうようなツイートはご遠慮ください。いや、本当にいいんですけどね、いいんですけど。卒業しませんよ。卒業はしない。ワトちゃんは、ワトちゃんは。なんて言うんですかね、山崎芳生。卒業せえへんでとか言う。今年もやっぱ見どころは山崎芳生じゃないですか、のあのガッテのところ。いつだったかさ、2年くらい前、いきなりバスで出てきたよね、最初の。ああ、出た。あそこに最初から出てこんでほしかったもん。びっくりした。で、そのさ、うん、山崎芳生、月亭芳生さんですね、今も。ですね。うん、だからもう、いや、僕の出番もうちょっと後だと思うんですけど。早すぎませんか、早すぎませんかって。もうあの来た時のカットはあれ赤っ面白いね、あの顔のアップね。いやでもあれだよ、みんな芳生マイフレンドから1年経ってないんだよ。そうだよね、早いな。早いね。その時やったでしょ、バス停から出てきた。いや、ん、違うね、もう1年前じゃないかな。うん、面白いわ。
なんだかんだ言ってさ、なんか毎年なんかだんだんつまらなくなってるとかみんな言いつつも見ちゃうよね。見る。でもなんかパターンも読める、確かに。まあね。見ながら。来るな。あのおばちゃんとかね。おばちゃんね。おばちゃんね。確かに。ね、面白いよ、本当に。面白い。あっという間ですよ、もう本当に。もう1ヶ月で終わる。そう、もう1ヶ月。1ヶ月もないよ。投稿されるの12月5日だから、もうあと4週間切りましたね。うわぁ。いやいや、年末年始あれですか、皆さんどっか旅行とか行かれないんですか。俺休みそんなないんですよね。あれ、スキー行きます。あ、そっか、ソラさんスキー行くもんね。あ、そっかそっか。あスキーか。私は多分うん、俺もそんな大した連休じゃない。北海道って何、スキー場ある？いや、あるよ。あるよ、いっぱい。スキー場なくても、何をおっしゃって、なくてもどこでも滑れるんやない。ああ、それはね、あるけど、でもちゃんとしたところは。なんか高速走ってると、なんかスノボのお兄ちゃんとか、そこでシャーって言ってね、車に引かれてる。あれさ、どこでも滑っていいっていうルールだな。どこでも関係なく滑っていいと。ここはダメですよみたいなとこない。あ、そういうのはない。え、でもよっぽど広くなきゃ一瞬で終わっちゃうでしょ、あのシャーって滑って、うん、それでもなんか通学でなんかスキーの板つけて歩くみたいな。早そう、それクロスカントリーみたいな。絶対怪我人出るでしょ、それ。クロスカントリー通学そんぐらいせんと歩けんじゃないと。違う。いや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 、ちゃんとそれはね。 うん、まあ、大げさなイメージやった、それ。へー。でチャミンはさ、ソーラさんは雪国でよくスキー行くとかって言うけど、チャミンはそんなに聞かないからさ、あんのかな、うん、そうか。チャミン、いや、全然やるよ。やんの？あの、ボードね。あ、チャミンはボードってイメージあるわ。もう、スキーはやったことない。ボードで、はい、ボードだわ。そうなんだ。うん、ただなんかその仕事の都合とかもあって、友達と時間合わなくて行けなかったりとか、そういうのが多いから。ボード、だけど、うん、東大元暮らしと。怖いなぁ。そういうことじゃないか、言葉も間違った。言葉全然違ったね、今。東大元暮らしは、あれでしょ、近すぎて物が見えない。そう間違った、使い方間違った。何を。いや、絶好調やな。絶好調だな。絶好調だな。楽しいね。うん、熱燗って飲む、みんな。うまい、飲むよ。この前の忘年会でも飲んできますよ。熱燗はさ、あの、口に入れるまでが好きだわ。むせる。あー、むせる。あの、なんか甘い匂いがいい感じしない？あ、わかる。日本酒でしょ、日本酒とワインダメなんですよ。悪酔いする。ワインは、まあ、高いの飲んだことないからあれだけど、ただただ酸っぱいアルコールとしか感じないな。酸っぱい。いやー、でもね、いいや、ワインはマジうまいよ。マジで？そうだよ。うん。うん、香りがすごいいいし。何の香りがいい？なんだよ、おいおい、ブブリしてるか、この野郎。そんなにいいの？そんなにいいの？チーズとか食べちゃうの？うん。うん、やっぱりあの、北海道チーズ美味しいんやな。ワイングラスはやっぱり梅餅？やっぱりイタリアンが多いよね。イタリアン。誰が格言だ？持ち方を言うてわかるんですか？なるほどね。上持ちのね。うん。アケコンの上持ちかなみたいな。アケコンの持ち方ね。そう。こんだけ人がいて。あ、怒られたんですけど、ソーラさんに。怖いわ。怖いわ。あとは？あとは？じゃ、この中で一番そのなんかスポーツのイメージがない人は誰ですか、皆さん。翔也。あ、でも俺、翔さんなんか柔道か空手で全国大会行ったっていうの聞いたことあるから、うん、そのイメージはあるわ。誰だ？アイクさんないな。アイクさんはサッカーですよ。サッカーでしょ。あ、そっか。あれか。男祭りの時に言ってた。男祭りでこれ、うん。インテル。インテルじゃない。会社確定。インテルアイク。バステンさんはなんか空手を経験されたことがあると。あ、そうですね。あと水泳とかやってましたね。マジで、はい、俺も水泳してもできたよ。すげえ。水泳は一応なんか市の大会とか学校代表で出てましたよ。うわ、すげえ。すごい。すごいね。じゃあ多分バセさん結構筋肉ありますね、きっと。いや、でも普通っすよ、本当に。この前なんか
ダンクシュートしてたじゃないですか。あれみんなでスポッチャ遊ぶ。あ、しとったしとった。あれダンクシュートのがバステンさんな。違う違う、あれ友達とったらなんかみんな勘違いするから、まあいいやほっとこうと思って。でも何何ダンクシュートどこに公開したのそれ。スポッチャで。いや普通にツイッターでつぶやきましたよ。あ、あ、バインで。いや普通の。違う違う。ツイッターって動画貼れるの。え、いやいや、写真写真写真で。写真も。ダンクシュートってあれ間違えて顎とかぶつけちゃわないのかなリングに。それとかさ、あと飛ぶ、ね、その飛ぶあれを間違えてそのリングに脳天ぶつけたりしないのかな。あの NBA のなんかそのチンプレー好プレーでたまにそういうのありますよ。あ、距離感間違えてあのぶつけちゃうようなやつ。そうなんだ。あと一個聞きたいのは、間違えて自分がゴールに入っちゃったりとかないんですか。自分それはむしろなんかパフォーマンスがありますね。あ、飛びすぎてめっちゃオウンゴールだよ。オウンゴールだね。文字通り自分が入っちゃう。入れるの？俺がゴール。スポってこう縦に長くなればスポっていけんじゃね。相当情けないで。すごいね。バスケットはできないな。俺も手でな、手で手使う系がダメなんですよ大体。どうダメですか？私。おお、カメラ落ちた。ボールが全然ダメです。俺もボールがダメ、俺も空気が一切ダメだ。俺なんかもうラケット使うのが無理だ。サッカーやってフットサルやってるでしょ。いやサッカーだけ手で使うボール。あー手を使う。ラケット使う方が得意だわ。あれの才能が皆無。ラケット無理、ラケット無理。もうバドミントンとか空振りしかしない。そうゲーム始まらんもん。あれでしょ、あれでしょ、サーブができないんでしょ。そうそう、バドミントン苦手な人ってさ、だから学生の時に個人で練習させられました。先生頼んでも入れてくれって言って入りましたね。バドミントンって意外とあの慎重に行こうとして下から振り上げるとね使っちゃって、うん、振り下ろすとね当たるっていう。あなるほど。思い切りが意外とね突破口だったりするんですよ。テニスも始まらん。テニスしたことないよ。バッティングセンターとかもできる。バッティングセンターはできる。バッティングセンターでも結構ストレス解消になるよ。パーンって打つ。全然もう逆にストレス溜まります。行ったことあるけど。マジか。お金の無駄でした。当たんない、ソラさん。当たんない。すみません、キャッチャーやってくれば。キャッチャー。怖い。取れないから。バッティングセンターし。ナイスボールって投げ返す。他のとこから飛んできた。他のとこから飛んでこねえ。来ないだ。逆だった。来ねえから。趣味すればいい、趣味。ね。バッティングセンター楽しいよ。楽しい、ね。楽しい。行かない。え、みんな打てて何キロくらい打てますか。何キロだろう。俺でも。100キロ打てるよ。マジか。すごいね。うん、マジで。空振りもするときあるよ、全然。ああ、まあ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 。だけど当たるときは当たる全然。女性が100キロを逃げずに振ることがすごいと思う。当たる当たらないの前にめっちゃ速く感じる。だって65キロとかでも速く感じるよ。うん、逆に速い方がなんかタイミングつかめる。あ、まあタイミングの問題なのかな。すげーわ、動体視力いいんだわ。すごい。一応130ぐらいまでだったら当たりますよ。マジで。すごいね。すごい。俺いつも小学生レベルで打つよ。いや逆に遅いとね当たんないよ。ああ、そこそこ速い方が。確かに反発立ってるだけで怖くて。うん、いや普通は立ってるだけで怖いと思うよ。女性の人はなおさらサーンってくるもんね。まあ、当たったバットに当たった感触たまらんよ。あれは気持ちいいね、パーンと。ライナーでライナーで返せたら気持ちいいよ。うん、わからん。翔さんやってみて。わかんない。俺バントすら当たらんと。危ない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 よ危ないよ、うん、バントってバットと気持ちいいんだろうな。うん、顔近い。私もあのなんかの端っこにペチッとかって当たったことしかないから。あかすり当たりか。打つ感じが分かんない。当たりどこ歩いてあれ手痛くなんだよね。しびれるね、ジーンって。そう、いや結構いけますね皆さん雑談。やっぱりこれ、うん、つきませんね話題の。話題がですね、つきませんよ。クミさん何も喋って、クミさんなんかないの話したい。クミさんでもすごかったですよ、なんか経歴が。あ、クミさんの経歴は結構すごいですよ。うん、すごい本当に。剣道ではないんですよ。剣道じゃないですよ。居合です、クミさん。居合すごい。居合すごい。居合をね、クミさんは経験されてますか。あと水泳部かな、確かクミさん。水泳と居合でしたよね。居合だから結構クミさんも得意です。9人だけやったことないんだよな、クミさん。あと
は、久美さんのバイク話をね、ちょっと聞いてみたいんですよね、乗り物としては。バイク？大学で愛好会あって、居合いの？久美さん、バイク乗ってる女性ですね。あ、嘘！久美さん、バイク乗ってるよ。何、125で、うん、120… あ、125なんだ。へぇー。125cc ってこと？うん。あ、だから原付きじゃないんだ、大きい、大きい。ハーレーとか？いや、ハーレーは…オフ車、125はオフ車が多いかな。オフ車って何ですか？ 125 って何？オフロード車。あれか、TW みたいな感じか。あー、うん。もうちょっと2班とかになると、A レプとかネイキッドとかが。あー、あれ2班か。何言ってかわからない。400とか行けば、アメリカン。天気悪い。いや、クミさんに入ってしまってほしいの。クミさんは中免ですか？中免？大型？普通の自動車免許じゃない？それで乗るんじゃない？いや、普通自動車と原付しか125乗れないんですよ、うん、あ、そうなんだ、はあ、は中免持ってるんじゃないですか。無免？無免？違うでしょ。いや、クミさん、動画的には、動画的にはそれ NG、 動画的には無免だと面白い動画的にはアウトじゃないですか。調べが入る、調べがむめんです。吹き直した。無免です。アウト。クミさんに無理させちゃった。一応クミさんは無免ではありませんという注釈は入れておきます。アメリカン乗ってたらかっこいいですよね、やっぱり女性が。もう、ほんまにアメリカン乗って女性が乗り来たらちょっとびっくりしないですよ。ドコ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 って来て、おはようみたいって言われたら。怖いなぁ。おざすって。おざすって。おざす。うちの友達女の子で。ハーレー乗ってる子いるよ。いやーすごい。ハーレーが買えんもん、マジ。すごい、ね、大きいバイク？うん、アメリカ。大きいバイク。ハーレー、ダビッドソン？そう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 。ダビッドソンって何なの？うん、人の名前？人の名前、ハーレーのソン、うん。ハーレーさんとデビッドソンさんが始めたんじゃない？あ、会社。そういうこと？うん。うん。いや、わかんない。ハーレーさんとデビッドさんとソンさんが始めたのか。ソンさん入ってない。ソンさん。デビッドソンは知ってる。で、名前だけ残して、ソンさんが独立してソフトバンクになったの。絶対そう。絶対違う。絶対そう。で、ソンさんが買ってた白い犬が今 CM に出てる。それも特定の企業名出た段階でもうそれ使えないんじゃないですか。使えない。全部嘘です。勘違いすること多々、ね、全部いると思うよ。全部嘘です。嘘しか言いませんから。そうだよ。あれですよ、あのホンダとかトヨタと一緒ですよ、人の名前なんですよ結局。なるほどね。あ、ひょっとして自動車ってみんなそう？マツダさんもそう？うん、じゃあ日産は日産、そうもう継承付きで。あれ日産？日産、日産なんだよ。じゃあ西さんなんだよ。西さんっていう。怒られる怒られる。黙ってボケてる。高額の西さん、西さんが。でもあの日産はあれですよ、創業者あの鮎川さんっていう一時期ほらあの人の旦那でちょっと騒がれちゃった。誰？あの何だっけ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、あの三年 B 組金八先生のあの女優さん、あ、鳥の歌歌った人、杉田、あ、そう、杉田香織の旦那さんで、あれが日産創業者の孫とかなんとかで、もともと日産はあれなんですよ、あの日本産やない。もうそんなだって一企業にそんな大それた名前使っちゃう使っちゃったもん勝ちじゃないんで。そっか、なんか結構企業合併してるんですよね、あの会社。もともとはプリンス自動車っていうのがあって、あだけスカイラインとかはそうプリンスが作ってて、それを日産が吸収合併した時にスカイラインも日産の車なので。へえ、さすがバステーさんね。あと今好きなんで、テレビでやってた、この間セブンイレブン創業した時は見た、みんなテレビ見てないかも。見てない。セブンイレブンは最初は氷屋さんだったらしいですよ。そうです、そうなの？なんかそう、氷屋さんで、そこからなんかいろいろやりだして、うん、今のセブンイレブン。氷が毎日買うものだったんですよ。なるほど。冷蔵庫がない時代で、最初にセブンイレブンで売れたものなんだと思います、日本の。うまい棒。あー、それ聞いたことあるわ。聞いたこと、な結構有名かもしれない。セブンイレブンで売れたもの、日本のセブンイレブンで最初に売れたもの。売れたペーパー？違う。わかった、わかった、わかった、わかった。なんですか？おにぎり。なんで？違います。コーラ。なんか、でも逆に今売ってないです、コンビニじゃ。なんか今逆にコンビニで売ってない。売ってないかもしれない。売ってない。なんだろう。
はい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 、取れたての魚。違います。パン売ってんだろうな。北海道の何それ身近に使うもんな。ワトさんとこ使ってたよ。使う？ワックス。ワックスが、クスじゃない。え、氷に関係しますか？氷は全く関係ないですね。もうこれ関係ないんです、ね、日本にもう入ってきた時なんで。コーラ、あ、違う、コーラ。コーラ言ったし、今普通に売ってるし。アイス。これが使う。アイスだから今売ってる。飲食物、飲食物じゃない。食べ物じゃない、食べ物じゃない。俺が使う。わかった、はい、わかった。はい。T シャツ。違います。売ってます。串？パンツ。違う。切手じゃなかった。なんか掴んだ。いや、サングラス。ああ、そうなんだ。なんで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 。わかんないですけど、サングラス。なんで、いや、なんで。いや、理由を知りたい。それはなぜ？その当時。Why？ Why で Why？ Why？ なんだよ。今あれ。次回までの宿題ね。いや、じゃあ今ググってるからどうせ。今ググってるかアイクさんに聞いてるかどっちか。アイクさんわかんないです。サングラスとか売り寄ったんだ。そうなんだ。じゃあセブンイレブンもドーナツをそうコーヒーの横に出すって言って。そう。ああ今確かにそのミスタードーナツどっからまたセブンがやってさらに違うコンビニも参入してきたやつだ。うんうんうん。それこの間やってたレジ横が一番売れるからっていう。食べたおいちふみさん。あもう試験的にないんだもん。え？ふみさん何食べたの？ドーナツじゃないか？そのセブンイレブン。いやドーナツはマジでポンデリングの横に出るものはもうこの席は出ないと思う。そんなもん売ってましたよ。多分それるんですよ。そのポンデリングっぽいのは、うん、嘘だよ。いや本当ですよ。だからもうなんかもうコーヒーとかも最近出してカフェとかをなんかこう競争相手みたいなになって次ミスドをこう潰すっていうか競争似たように多分作ってる。そうそう似たような感じ。えそんな感じでね、これが好評であれば続きます。はい、はい、あの何もこの後音沙汰もなかったらあっていうことで察しで察しダメだったんだと。そうそうそう多分尺は多分40分弱ぐらいになってると思いますがすげえ。ここまで聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。赤髪クラフトのそうですメンバーマイナスアイクさんのやってます。8人で。では終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。わあゾンビ。は？ゾンビ湧いたぜ。湧くよ夜だ。ワトさん来て。何何何。トモさんもトモさんも来て。トモさんで見てくんで。何これ。ああすげえメール作っとる。何これ。ネタこれ。何これこれ初見で撮った方が良かったよね。本当に確かに。はいはいはい。離脱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 。帰れる帰れる。まだできてない。離脱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 。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンタブレットでご覧の方はまず動画のタイトルをクリック、動画説明文を下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は画面のボタンをクリックするとチャンネル登録ができますのでよろしくお願いします。赤髪の友が料理や釣りにチャレンジするチャンネルも作りました。こちらもぜひ登録してください。またのご視聴をお待ちしております。バイバイ。